も皆さんこんにちは。ECE3 チャンネルチェス。さあ続いて加藤さん、子育てに大事なことは何ですか？子育てに大事なことね。そうですね。子供と遊ぶときは、自分も子供になることですかね。うん。どうしても大人目線でね、いろいろ見てしまうんですよ。もう別にこれは意識しなくてもそうなっちゃうんですけど、子供と向かい合うときはなるべく、自分の子供の部分、かつて子供だったわけですから、子供の部分を出してね、一緒に楽しんだりとかするっていうのが一番子供にとってはね、いいと思います。やっぱり子供の笑顔増えますからね。遊んであげてるというよりも一緒に遊んでるという感覚でね、それが多分子供に伝わると思います。はい、なので、ね、僕はそれを意識してますね。